パチプロの技をお見せしようか。パチンコの日本一周に帰って世界一周に行く人、私今度春菜がパチンコの楽しさと勝ち方を教えるチャンネルです。はい、どうもー、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、かなこでございます。かなこでございます。失礼しました、名前が変わりました。私今度春菜と申します。はい、私名前が変わりました。名前とチャンネルが変わりました。今度春菜に変えましたので、皆さんどうか引き続きよろしくお願いします。はい、私ちなみにあのですね、笑っていいともという番組でですね、モノマネグランプリっていうのがあるんですが、そこで優勝したことがございます。はい、優勝して、州のチャンピオンが集まるグランドチャンピオンでは2位でございました。はい、1位だったら、車と海外旅行券かな、もらえたんですけど、2位だったので、クリアファイル1枚と、そういう残念な結果でございました。はい、それ以外にもですね、モノマネ紅白とか、あとは特番ですとか、27時間テレビも出たことがあります。はい、あとはですね、あのしゃべくり7という番組でですね、本人と共演して本人公認をいただきました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、私今後は近藤春菜じゃありませんよ、近藤春菜として頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。引き続きね、パチンコの勝ち方っていうのと、さらにですね、パチンコの楽しみ方っていうのもね、お伝えしていけたらいいなと思うので、ね、皆さんどうぞ引き続きよろしくお願いします。はい、近藤春菜でございます。はい、というわけでですね、今日はですね、以前期待時給3500円の稼ぎ方という動画を上げました。はい、その時にリングアマデジの止め打ちの仕方を口頭でね、お伝えしたいんですが、何人かの方に動画でも見てみたいよと、はい、いうリクエストをいただきました。はい、あと上さんね、僕と仲いい上さんがね、はい、リクエストしてくれたので、動画を撮ってくる機会があったのでお届けしたいなと思います。はい、そこでひねり打ちと、左右振り分け打ちと、右打ちのひねり、ひねり三発打ち、小数打ちですね。はい、その3つを、撮ってきました。はい、なのでね、ちょっとリングアマデジはもうね、もう検定ももうすぐ切れちゃうので、まあ打つ機会がね、そんなないかなとは思うんですが、それ以外のね、打ち方ね、他の棋士でも応用できる機会があるので、ぜひ覚えていただければなと思います。はい。まあ、ひねり打ちはね、どの棋士でも、まあさほど変わらないんで、まあ個数をどうするかと、ワンツーで打つか、ワンツースリーで打つかぐらいの違いですね。あとまあ逆ひねりとかもありますけど、それ以外はね、それを除いたらね。はい。なのでね、そちらひねりの打ち方は、ひねり打ちの打ち方っていう動画も上げてますので、詳しく知りたい方はぜひそちらを見ていただければと思います。はい、そんな感じで、じゃあ撮ってきた動画見ていただければと思います。どうぞ。はい、リングアマレジのひねり打ちの解説をしていきます。リングアマレジは8カウントなので、だいたい5個か6個入るぐらいで止めますね。はい、で調整していって、8個目予約で9個目、10個目強くという感じです。はい、で今は6個入ってるので、7個目を単発で打っていきます。で、この間に上を見ながら球の勢いを調整してます。で、7個入って8個目弱く、9個目、10個目強くで追いつかせます。まあ追いつかなかったですけど、球の勢いを殺してるんで、いい打ち方をしていると思います。はい。8、9、10。で、1個追いつきましたね。1、2、3、4、5、まあ、一応手の動きを取ろうとします。6、7、で8弱くで9、10強く、まあ、まあ理想通りではないですけど、まあ、10個目強く打ってるのが入ってくれたという感じですね。2、3、4、5、6で7、8、9、10と追いつきました。はい、今の感じはいいと思います。そんな感じです。はい、電サボ中の止め打ちをお伝えします。まずは左右振り分け打ちから説明します。はい、今へそ保留は2個溜まってる状態ですが、電柱はマックスで溜まってます。まずは打ちっぱなしにして、スルーに通すまでは打ちっぱなしですね。はい、スルーで打つことは止めるって感じですね。ちょっと今打つのが早かったかもしれないですね。
で入って、ここからは左右振り分けていきます。だいたい閉じたら 2,3 個打つで、それ以外はストップボタンを使わずに左に打ちます。はい、ハンドルを思いっきり左に打っていく感じですね。左に持っていきすぎると球が出ないので注意は必要ですけど、慣れればそんな難しくないなっていう感じですね。はい、閉じたら 2,3 個打って左に打つで、ストップボタンを使わない。ストップボタンを親指をね、空中に浮かせてるんですけど、ストップボタンを使わずに打つ感じですね。こう繰り出してます。で、右も打ってると。ちょっとタイミングちょっとずれて、まあ、こんな感じですね。左、右。そして、なかなか、へそに入んないというね。はい、ここまでへそに入んないと、そうないですけど、はい、左、右と思います。左のタイミングはもう気にしないですね。右のタイミングだけ、まあ、気をつけながら打っていけばいいかなと思います。はい、なかなか非常に入んないで、ね。はい、まあ、これはちょっとあんまり増えないんでね、振り分け打ちはね、まあ、増えることは増えるけど、まあ、右だけで打つことが当然増えるんでね、ベース早く入ってくるって思いますよね。ちなみに、まあ、なんですかね、保留電柱4にしないのは残りの5回転ぐらいから4にしますね。はい、前の動画でも説明したんですけど、大当たり中のひねり打ちがミスって、左に行ってへそに入ることもあるので、僕は1個ぐらいは開けておくという感じですね。ここまで入んないかっていうぐらいのへそに入るんですね。はい、左に打って右に打ってを繰り返します。はい、左右も行くとしてしまうんですけど、やっと入ったって感じで、ここから、ひねりの3個打ちに切り替えますね。はい、ひねりながらストップボタンを使って3個、まあ、ちょっと早く打ったなって言ったら2個っていう感じですね。はい、ひねり3個、はい、画像が見られてですね、ちょっと撮りながら、テニスの動きを気にしながらみたいな感じで、はい、よりテンパになってますから、大体まあ2、3個ぐらい、ちょっと打つの遅れたなって言ったら2発ってことですね。はい、という感じですね。これを繰り返すだけです。で、残りが、5回転ぐらいになったら左にも打っていくですね。はい、以上でございます。はい、というわけで動画見ていただきました。はい、まあ、ひねり打ちとか連鎖中の止め打ちとか、まあ、一生懸命頑張ってやるなんか修行みたいに思ってる方いらっしゃると思うんですよね。球をいかに増やすか、いかに減らさないように打つかみたいな修行みたいに捉えてる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、そうではなくて、まあ、何ですかね、やればやるほど、頑張れば頑張るほどお金がもらえるゲームみたいなね、はい、そういう、まあ、ゲームをやる感覚で打っていただければ、いいんじゃないかなと、僕近藤春菜個人的には思ってます。はい、というわけでね、まあ、見ていただいたんですが、また機会があればね、止め打ちの中で僕が一番まあ苦労して難しかったのは振り袖のあんまり字なんですけど、まあ、機会があればまた、まあ、見たいという方がいらっしゃればね、振り袖のあんまり字の撮影とかをしてきます。はい、ドキュメンタリー映画を撮影してきます。いや、マイケル・ムーマンじゃねえよ。はい、というわけでですね、はい、チャンネルも名前も変わりましたので、引き続き動画よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。